発行トラベル株式会社は、宮崎県日向市に本社を送る旅行会社、バス会社であり、海運業、倉庫業、物流業を営む八協運輸株式会社の関連会社である。1983年3月10日設立。公益社団法人日本バス協会に加盟している。高速バス、発行ライナー、ひまわりバス事業部を設置し、高速の売り合いバスと、 貸し切りバス事業を営んでいる。福岡市と延岡市をはじめとする宮崎県北部各地を結ぶ高速バス。2013年8月1日に高速ツアーバスの乗り合い化に伴い、ツアーバスから乗り合いバスに移行し、移行前と同様に中高一往復を運行している。予約取扱いも自社で行っている。3区パスは運営委員会加盟のため利用できない。 ハイデッカー4列シートの車両が使用される。1日に往復運行。運賃は、均一1300円で、他に2000円の割引運賃2枚ギップが設定された。運賃2枚ギップとも、並行する高速バス、ひむかごより安価であった。トイレ付きハイデッカーの車両を使用。ひまわりバスのブランド名で展開している。 上記のように2013年7月31日までは発行ライナーをツアーバス形態で運行していた。ありがとうございます。